で業者持ってないんですか。あれか、そんなそんなにあれなの、硬いの、硬いっていうか、そんなこと言うの。経験としてまあまあいいんだけどね。やったらあれこんくらいになっちゃうねみたいなのでいいんじゃない。そうそう、いい、うん、全然で。そこになんかこだわって萎縮しちゃうよりは、もうそこはとりあえず、まあね、適当に決めてやってみて、次回に生かすぐらいな感じで。ってことは大まかなのは決まった。6月19日、初の無名2人のイベント開催に向けての宣伝。告知動画で。ではまず。初めてイベント開催するにあたってなんでウホに声をかけましたか。なんで声をかけたか。ウホは俺がワーキングホリデーでパリに来た時に一緒のレストラン働いてて、でそれで別れちゃったんだけど、ウホはアルザスに行ってなんかパンとかデザートとか学んでた、うん、俺はまた別のお店であの料理を学んでましたって言って、うん、二人がやってたことを別々で学んできたことを再結成して二人でやってみようみたいな。そうそうそう、違うか。いや違うのかよ。何なの。仲いいから。そうそう、まあでもずっとレストランソラで一緒に働いてた仲間だからね。そう。どうですか、初めて声をかけられて。楽しみ楽しみ、まあ楽しみっていうか、まあ楽しんでやれたらいいなって感じですね。そうだよね。まあそれがメインだから。イベント初？ウホは。初です。おお。何も無名なんで、うん、僕たち無名なんで、うん、だけどなんかお断りしてたみたいな人もあって、なんかその前向きにやれることあるんじゃない、なんかとりあえず楽しいことやりたいなってまずあって、じゃあ誰とやりたいかな、あのちゃんと形になるやつってなったらやる方かな。うん、87年チームが頑張りますと。まああとね、やっぱり、まあ、ソラーでねよしチームよしたけど、やっぱりなんか大変だったけど楽しかったじゃん。そうそうそう、うん、あれって結構面白いとか思えるっていうか、あの空気はね、知ってるからで、まあ、なんかああいう雰囲気を出せる、そうだね、出せたらいいんじゃないかなっていうのはね、うん、どうすんの、本家が来ちゃったら日本からチケット買って来ちゃうかもしれないよ。夏休み取って来ちゃったよっつって。そういうのをやりたくてこういう職業ついてるから、うん、まずその本質を忘れないように、原点回帰ということで、そう、楽しんでやってるのを見て、いい影響をちょっとでもね伝えてくれる人になりたい。あー、かっこいい。いつものこと違うね、発言が。まあでもとりあえず自分たちがやっぱり楽しむので、ね、一番不安要素もあるけど、とりあえずやってみよう。そう、やってみないとわかんないから、やっぱりいるからだよね。やっぱ勢いよくやろうかって言って即さ実現できそうなのって。そうだね。あ、僕たちも勇気を持ってやるんで来てみてください。うん、ぜひぜひ冷やかしに一本だとできることをやろうかな。デザートはどんな感じですか。自分でやっぱりね、持ってきたやつとかやりたかったこととか、うん、でアルザスで経験してきたパンも今回はやります。おい、めっちゃ美味しかったからね、ウホのパン。パリじゃ買えない、あれ本当に。とりあえず、本当ね。アバンデセール、デセール。5品の40ユーロ。この動画の概要欄に2人の、インスタのアカウントとお店のアカウントを載っけとくので、そこから予約を取ってもらうと。来てください。普通かよ。やっとさ、コロナも落ち着いたっていうか、落ち着いてないんだけど、ある程度その緩和されてきたのもあって、自由にできる職業なんだから、まあどうなるかわからないけど、やってみないかもしれないから期待しています。アミューズのそのデセルの要素って何か、その誤解なのか、この要素を何か入れるか、それか、いやもう想像しかないけど、パンも僕が作る、作る、作る。いやいや、それだったらめっちゃいいんだけど、大変でしょ。ウホが何かを作ったものに俺が何かに乗せたとかっていうのを一気に買った方がいいかなって思って、だとしたらアミューズじゃないって思った。これ見せると同じようにシンプルにイチゴを合わせて出したりとかしてたんだけど、そういう感じの組み合わせにトマトとフルーツ、それなんか桃なのか
かい。俺なんかね、ベッシュドビーヌとかやりたかったんだけど、ね、あの赤いもの。それ何、構成どうなの？だとしか言うわ。最後にシュッてやる。それで、ゆるさんは見れる何ですか？なんか、へーっていうような、何かエッセンスを、なんかその、説明の時に、へーっていう何か一つあったら面白いかな。メインの方が美味しいような気持ちいいけどね。パスタが終わるよりも、バナナキャラメルパッションってさ、付属は何ですか？イメージ。それを壊したいけど。そうそうそう。だけど、両方がバナナのデザートやるのギャグだよ。それいいかもね。でもそれはって言ってんだって。それいいかも、ね。なんか俺、なんか将来、なんかバナナスペシャルとかしたいなっていうのちょっと。バナナってチープな食べ物のイメージあるもんね。そうそうそう。搬入とするけど、面白そうそう。つまんないじゃん。だからその何か盛り込むの、そこにジャリジャリとか、何かバナナのパッケージとか、美味しいちっちゃいやつ作るんでしょ。ガソリンで。うん。うん。あ、それいいじゃん。